はい。遠野絵です。それでは今日は日蓮承認がテーマになります。映画、夜明けを信じて研究シリーズの第10弾。テキストになるのはこれです。日蓮の霊言。 これは1985年の8月15日に刊行された大川総裁の初めての霊言集なんですね。でまだあの著者名が吉川三郎名になっているのは名古屋の商社時代だったからですね。ちょっと匿名性を持って、まあ、一番下にですね、あの3番目のお名前に大川隆法と出ておりまして、ここでまだ大川隆則というふうにルビが打ってある時代であります。 35年前、映画で言えば一条悟が、勝者の名古屋支社にいた時代に刊行された、初めての霊言集であります。今日は、一連商人から見た一条悟るということがテーマなんですね。どこまでその視点に迫れるかどうかはわかりませんけれども、まあ、あ、トライしてみたいと思います。映画の中の一条悟るに一番深く関わった た指導例が誰かといえばそれは間違いなく日蓮承認であると大後の時に最初の通信を送ったのが日光という日蓮承認のお弟子さんのお名前だったんですねで、まあそれがファーストコンタクトだったと、まあ、これ自体がまあ実は日蓮承認だったんじゃないかという観測もあるんですけれどもでそしてまあ1週間後に人を愛し人を生かし人を許せという考案を 授けたのも日蓮聖人ですねさらにその後、悟るの霊的な家庭教師のように、例えば電車に乗っている時も、前の席に座っている人たちの表入れについて解説をしてきたのも日蓮聖人。まあ、様々な場面でそういう綿密なご指導が、 あったわけであります。ですから、日蓮聖人のこの時期の霊言内容を知ることは、一条悟を理解する上で非常に重要な手がかりだと思うんですね。しかも、この霊言はなんとですね、1981年から1985年までの5年間にわたって取りためた霊言の内容、膨大な内容の中からよりすぐって出てきたものなんですね。 ま、それだけに非常に資料価値としても高いものがあると思います。まあ、その後ですね、あの、さらにこういう形で、え、もっと立派な想定で、え、日蓮聖人の霊言として出し直されてるんですけれども、より詳しいのはこちらであってですね。あの、まあ、そういう意味で、ちょっとこちらをベースにしながら今日はお話をしていこうと思っています。で、最初の柱、霊的格闘であります。 えー、この本の内容はですね、ほぼ菩薩の方に終始しておりまして、つまり言ってみたら、悩み相談集になってるんですね。で、霊言の序盤はですね、この吉川三郎という、まあ、お父様と富山誠というお兄さんの、まあ、泣き言が永遠と続くと言ったらちょっと失礼に当たるかもしれませんけど、まあ、つまり霊言が今、この息子に降りてですね、大川隆法に降りて、 まあその商法伝導にこれから乗り出していこうというんだけれども、自信がないという非常に不安があってそれを相談したりとか、あるいは悪霊サタンの攻撃を受けてるわけなんですよね。で、それどうしたらいいかという悩みに対して、日蓮商人がもう延々と根気強く慰めたり、 励ましたり、時には叱ったりしてるわけなんですよ。まあ、どんな感じのやりとりかというとですね、サタンの攻撃を浴びているこのお兄さんなんかの質問だとですね、どうしてあなた方指導霊がついていながら私がこんなにサタンに苦しまないといけないのですかと。どうしてあなた方の力で 取り去ってくれないのですかって、もちょっと恨み事になってるような場面もこの中には参見されるんですね。まあちょっと今の我々から見たらちょっと情けないかなっていう感じもあるんですが、ただ当時のこの方々の立場に立って考えてみたらですね、まあ、全くこう何の霊的な知識もないところにこのような現象が及んできたら、まあ、それはさぞかし不安で、 苦しかったんだろうな、というふうに思うわけなんですね。しかも、実際のこの霊言をしている一条悟るですね。若き日のエルカンターレは、照者勤めをしながらですね。そして時折、郷、え、里、ー、に帰ってこれを収録したりしてるわけなんで、あの映画で見た激務と、それからまあ、人間関係の中での揉まれ方の中で、しかも父と兄からずーっと、 とこう悩み相談を受けているっていうことを考えるとですね、やっぱこの時期はもう霊的格闘としか言いようのない時期だと思うんですね。で、それがいかに壮絶であったかということが、まあこれを読んでると忍ばれるわけなんであります。で、映画で言うとですね、ちょうど父と兄が塾経営を始めてる時期なんで、で、その経営の方もうまくいって、 ていない時なんですねですから、まあ、資金繰りで追い込まれていて、まあ、それはそれですごい焦りになっているところで心乱れているわけで,でさらには今この救世主が出現してサタンが攻撃をかけてきてるわけですよね一条悟るだけじゃなくてお父さんやお兄さんの方にもかけてきていて、まあ、その上で繰り返しになりますけど商社内での激務とかいろんな葛藤があったわけですから、まあ、本当 本当にこの壮絶な霊的格闘があったわけなんですね。それを乗り越えて今のエルカンターレがあるということをですね、我々は知らないといけないと思うわけなんです。で二つ目のポイントは、人生は一冊の問題集というものであります。これは日蓮承認の初期における有名な教えなんですけど、人生は一冊の問題集である。これどんな形で解かれたのかと。 いうのを見ていくとですね。直接には、このお兄さんの富山誠が、またもやサタンの攻撃に悩んでいたですね、えー、ノーラン気味なわけなんであります。で、これを、その日蓮聖人が放任されているというのは、無慈悲というものではありませんかというふうに訴えてくるわけですね。どうして助けてくださらないのですかと。まあ、こういうふうに聞いたときの答えなんです。日蓮聖人どう答えたか。私たちは、 答えをあらかじめ教えるために存在しているのではないのですと。人生は一冊の問題集です。ここで出てくるわけですね。この問題集は各人が努力して解いていかなければならないのですと。私たちはもちろん答えを持っております。しかしながら、その答えを安易に教えてしまうことが果たしてあなたの勉強になるでしょうかと。まあ、こういう文脈で出てきた教えなんですね。だから、まずは、 自力の姿勢を見せよと。完全他力ではないのだと。まあ、こういうことであります。でさらに、日前聖人説かれるのは、私たちはヒントを与える時もあります。で、ここからまあ例えに入っていくんですけど、しかしながら全くその学問の基礎ができていない生徒に対して、何も本人が問題を解こうと努力していない時に、その回答を教えてしまうようなことはできないのです。 これはですね、公安修行の心構えを解かれてるというのに等しいと思うんですね。だから公安は与えるけれども、それを考えるのはあなた自身であるということですよね。だから一条悟は当然、この時日蓮聖人が中に入ってこの言葉を実際語っているわけですから、語りながら学んでいると思うんですよね。これが後、悟にですね、人を愛し、 人を生かし、人を許せという考案が与えられて、3年間もこれを考え続けて、そして愛の発展段階説という悟りを得るところまで行くと、この自力修行につながっていると思えるわけなんですね。また、この本の中では有名なアコヤ貝の例とえというものが出てくるんですね。どういうものかというと、真珠というものはアコヤ貝の中にこの砂が入ってそこからできるんである。 で、その砂が中に入って異物が入ってくるから、アコヤガイはそれを苦しんで、苦しんで、苦しみ抜いて、その中でなんとかこう粘液を出していって、その砂の周りに粘液をこうずっと結びつけていって、やがてそれが丸い美しい真珠になるんですと。だからアコヤガイが真珠を作るためには、彼らに苦しみが必要なんであると。それと同じように、あなたが美しい魂を作るには、 苦しみが必要なんであると。この時の苦しみというのは単に苦しみのためにあるのではない。苦しみはより素晴らしいもののためにあるのだと。まあいうこう有名なアコヤガイの例えなんですよね。こういう教えがサトルの霊的格闘時代に解かれてるということでありますで。我々はこれを知らなければならないと思うんですね。で、さらに三つ目に伝道方法についての教えが解かれると。 だから、こんな貴重な天上界からの霊言をどう伝えていったらいいのかと。どういうふうにこれを救世事業として展開すべきであるのかと。ここが最大の問題集になっているわけなんですね。で、これはまだ商社勤めをしている当初期だからだと思うんですけれども、こういうふうに解かれるわけです。あなた方が団体を作っていくのではない。まずは真理を述べ伝えようと。法を 広めよう。そこに専念せよ。そうすれば、結果的に人が集まってくる。まあ、こういうふうに解かれるわけなんですね。だから、これが広がるとか、広がらないっていうのは、それは任せておけばいいんであると。本物であれば広がっていくと。だから、団体を作ろうと焦ると、ここに我欲が出てくるから、そうではなくて、今は本物を残すことに専念せよと、まあ、繰り返し解かれるわけなんだよね。 だからこそですね、トるは、この、寮の実質をこう、本でこう、要塞のように固めながら、ひたすら空き時間に勉強しつつ、霊言を取っていかれたんだと思うんですね。例えば、あまあさっきは郷里に帰って霊言を取ったと言いましたけど、あの、長いの寮でも霊言を取ってるわけで、小桜姫の霊言などは、仕事から帰った後の夜に、ノートに自動書記していってるわけですから、 一年間にわたってすごい時間をかけられてるわけなんですよね。もちろんこの組織を作ろうと思うなというのは、在家時代の教えであってですね、大社独立してからは本格的な組織作りに入られてますから、高級霊からの教えというのも、人、字、書に応じて変化するものであると思えるわけであります。で、あと、伝道の方法としてですね、一人の人間が、 三人五人を知っているから、百人が三百人になり、五百人になるのは、内容さえ良ければあっという間に広がるというふうにおっしゃってるんですね。伝道というのは、いつの時代でもそのような形を取ってきたと。すなわち、まずは身近なものに説かれて、それを聞いたものが、これこそ本物だと思った時に、それを多くの人に広めていくと。だからこれは法輪の考え方ですよね。 この法の法輪を回していくと、最初は小さな歯車であっても、だんだん大きな歯車に伝わっていって、そして大きなものが回っていく。そして広く伝わっていくという。こういう考え方が、まあ、ここで説かれているわけであります。で、さらに幸福の科学という教団名のヒントも、実は日蓮商人から下ろされているわけなんですね。で、どういう文脈かというと、最初から宗教を起こすというふうに、 気負わなくてもよいと。あなた方の教えはある意味科学であって、幸福学であって、幸福哲学であると。だから、幸福科学の研究をしているとでも思ったらいいのですと説かれてるわけですねで。ここから幸福の科学というネーミングが出たことはまあ言うまでもないと思います。ただまあこれも当初式の当初期の方便の教えであって、1991年、6年後には宗教法人化して、 え、それでもって永遠の宝刀が灯ったという、いうふうに、ま、本堂にどんどんと入っていくということも、ま、知っておく必要はあると思います。つまり、ま、こういったことがですね、当時の一条悟るの内面でずっと起きていたわけであります。このよう的には、オフィスでの忙しい仕事とか、寮での生活のように見えていながら、霊的には遥かに壮大なチャレンジをされていたわけであって、 これを我々は理解していないとですね、あの、夜明けを信じてという映画の大きさというものは到底理解できないと思うわけであります。まあ、ということで今日は、霊的格闘、人生は一冊の問題集、伝道方法という柱でですね、まあ、日蓮聖人からの視点を学んでみました。まあ、これを見て感じるのは、立ち上げきっていうのは本当に 本当に大変だったんだなというのが率直な印象であります。もういくつもの難しい問題集に囲まれながらですね、それをこう、過好撃破で一つずつクリアして、もうまるでこう、ほふ前進してるような形で進んでいるという、 そんな若き日のエルカンターレの姿が見えてまいります。で、両母のおばちゃんがですね、あの、一条悟が退社するときに、人の10倍働いてまだこんな本まで書いてっていうふうに感嘆してましたけど、その両母のおばさんでも思いもよらないぐらいの水面下の格闘があの時期行われていたと。全ては救世のため。 全ては尊い使命のため。全てはそれを全うせんという責任感のために、ただ一人戦っていた一条悟。もちろんたくさんの仲間がいましたけれども、その本当の全てを理解できる人はいなかった。まあそういう意味でですね、映画の最後に一条悟がこの山に向かって歩いていく姿というのも、オーバーラップしてくるわけであります。 我々はですね、若き日のエルカンターレに一番深く関わった日蓮聖人の視点を得てですね、初めて当時のこの聖なる戦いの壮絶さというものを垣間見ることができました。これをもってですね、後世への最大異物の深い理解に一歩でも近づければ幸いであります。今日は以上です。ありがとうございました。